はい、皆さんこんにちは、週刊堂の田中でございます。美人画尽くし3、これいつから始まるんだっけ。そこにちは、まあとにかくね、今週から始まります。金曜日から美人画尽くし3、金曜日だっけ。はい、この美人画尽くし3という本がございましてですね、これは技術新聞社さんから、先月だったっけ、まあ、すごく最近ですね、出たばかりの本ですけれども、池永さんが見出したですね、人物を描く人たちをですね、新たに、結構な人数ね、ピックアップしてこう出してます。うちの画廊に実はどん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 新作が届いてましてですね、新たにこういう人物画をめぐってどういう才能が出てくるのか、まあある種この美人画尽くしという本と展覧会は、まあ一種の定点観測みたいな形になっているかと思います。人物画の表現っていうのが伊藤新水で一旦終わった形になって、それからこの10年ほどぶわーっといっぱいね、人物表現、やる人出てきましたけれども、その中からどんな人材が出てくるのかですね、ぜひ楽しみに見守っていただければと思います。はい、そういうことでよろしくお願いします。